こんにちは。レバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンと申します。本日も iFree レバレッジナスダック100、通称レバナスに2000万円投資した運用成績を公開していきたいと思います。このチャンネルを登録及び通知ボタンを設定いただいている方はご存知だと思いますが、結論から言うと、1月31日に追加購入の速報を出しました。なお、追加購入額は172万円です。このために冬のボーナスも大事にとっていたので有効活用できたかなと思います。追加購入自体は Twitter でも YouTube の投稿でも速報を出しましたので、一緒についてきていただく方はリスク許容度に応じて段階的に導入することをお勧めいたします。また今回の動画はその速報動画ですので若干動画のクオリティが低いためご了承願います。まずこれまでこのチャンネルにて解説してきた内容を整理したいと思います。短期と長期でリスクを管理した上で運用することを推奨してきましたが、まずは短期に関してです。このチャンネルでは3シグナルにて買い増し基準を提唱してきました。3シグナルでの買い増し基準とは、1、100日移動平均にタッチ、2、RSI40 を切る、3、冷やしマックリーがゴールデンクロスの3基準すべてが満足したタイミングとなります。動画の冒頭でもお伝えしましたが、現在このチャンネルでは去年の11月10日に売りシグナルが点灯したので、この11月10日から下がりますとお伝えしてきました。そしてその予想も見事に的中し、その11月10日からレバナスは見事に 40% 以上も下落していることになり、そこで売った方はこの 40% の下落に巻き込まれていないことになりますが、11月10日以降ではまだ買い増し基準は点灯しておりません。おそらくもう少しで買い増し基準が点灯する可能性はありますが、それでも今回のように急激に下落している局面で買い増し基準が点灯したからといって一括で余剰資金を投入することは考えておりません。ですので短期的な戦略としては、次の買い増しシグナルが点灯したタイミングで余剰資金の10分の1から20分の1を投入する予定になっています。その後でもさらに下落することを完全否定することは難しいと考えているため、戦略としては段階的に投入することがベストだと考えております。よく積み立て投資がリスク許容度的に最適と世間では言われていますが、何も考えずに毎月いくらと投入するよりも、個人的にはレバナス一本リーマンが実践してきたように、経済状況がいい時の右肩上がりのチャートを形成している時に一括投資して、短期的に下落したタイミングで段階的に余剰資金を投入するという戦略的積み立て投資が最も良いと考えております。ですので、この機会を逃すことなく、このような下落局面で段階的に戦略的に余剰資金で拾っていくことが大事だと思っております。以上が第72回の動画にて解説してきましたが、しっかり安値で買って高値で売るということができているかと思います。第72回の動画の段階では、11月10日に売りシグナルが点灯し、売っている状態となりますので、直近の暴落である 40% の下落には巻き込まれていない状況になります。そして1月31日に速報にて解説したように、11月10日以降で初めて買い支持を実施いたしました。これによって11月10日以降で大幅に下落しているレバナスに投資していないことになるので、ガチホしている方よりも 40% の損失を回避できていることになります。何が何でもガチ法がベストだという YouTuber もいますが、仮に非常に大きな額を入れている方は、この 40% の資産減少はかなりダメージが大きかったのではないかと思います。一方で、このチャンネルで支持したタイミングで売った方は、直近の暴落には巻き込まれずに済んだため、多くの方から感謝のお言葉をいただきました。信じた方はおめでとうございます。ガチ法かリスク重視かは、各自のリスク許容度に応じて決めるものですので、どちらが正しいとかはありません。ただし、結果的には少なくともどんな時でもガチホがベストという思想よりかは、今回の指示通りに売却できた方は 40% の損失を防げたことになったことは勉強になったと思います。そして短期でも長期でもこのように売買タイミングは速報を出していきたいと思いますので、リアルタイムで売買タイミングを知りたい方はチャンネル登録及び通知ボタンの設定をいただければと思います。以上が短期売買でのやり方でしたが、一方で2年3年という長期スパンで考えた場合、月足マック D にて長期のトレンドを見ることも解説してきました。その前にお知らせです。はじめましての方、このチャンネルの趣旨は第一段階として、まずは皆様の資産を爆発的に増やし、1億円を目指していただくチャンネルです。私のレバナスの2000万円投資している運用成績を公開していますが、この2000万円は数回の暴落を繰り返して1億円に行くでしょう。ただそんなことはどうでもいいのです。このチャンネルにて皆様の資産が1億円に行った暁には1点お願いがございます。このチャンネルを見て資産が1億円に行ったら、世界の恵まれない環境の子供たちに1億円の 10% でも 1% でも 0.1% でも結構ですので、寄付だけお願いできないでしょうか。このチャンネルでは皆様から直接お金はいただきません。通常のユニセフの募金でも結構ですし、赤十字でも皆様が信頼できる団体の募金であれば何でもいいです。世界には毎日の食料もままならず、勉強したくても学校なんてなく、それでもゴミ山で食料を探して生きていける子供はまだいい方です。25,000人。これは食べるものがなく餓死する子供の人数です。これは1年間で死亡する子供の数ではありません。1日での餓死する子供の人数です。この動画を視聴し始めてから、この瞬間にもうすでに夢と希望に満ち溢れたはずの尊い小さな命が餓死によって50人亡くなっているのが現実です。このチャンネルにて資産を増やせれた方で結構ですので、ほんの気持ちだけ、ほんの少しだけ世界の子供たちに夢と希望を与えていただくため、世界をちょっとでもより良い方向にしていくこと、それがこのチャンネルの本来の趣旨でございます。まずおさらいですが、レバナスという投資信託は今後の科学技術の発展にレバレッジをかけて投資する手法ですので、爆発的な利益を得られる投資商品です。一方で暴落もレバレッジがかかるため、リスクとしては想像を絶する資産の失い方をします。ここでその想像を絶する資産の失い方をお見せいたしますが、これはあくまでも IT ショックを例に説明しますが、第60回の動画を見ていただければわかる通り、これが最悪のケースではないという認識で捉えてください。これは IT ショックの最高値の時に100としてレバナスの基準価格がその後どうなるのかを表したグラフです。ここからわかることは2点で、まず1つ目は暴落で 98% 以上を失います。そしてこの暴落は長く続き、数年という単位では回復しません。20年経たないとやっと暴落前の基準価格に戻りません。要は 98% の資産を IT ショックで失って、そのまま元の値段に戻るのに20年間もかかります。皆さんのレバナスに投資している資産の 98% 以上が溶けて、その状態が20年間続いたらどう思いますか？このレバナス専門チャンネルでは IT ショックが絶対にありえないという前提ではないため、暴落の回避方法を第46回の動画にて解説してきました。この第46回の動画では、月足 MacD のデッドクロス直後に暴落が発生していることが分かっていると解説いたしました。IT ショックを例に解説いたしますが、ピンクのデッドクロスが発生した後に大きな下落が発生し、その後3年間にわたって下落し続けています。デッドクロスが発生する瞬間が遅いというご指摘もありますが、1、2ヶ月程度ずれたところで3年間の暴落を回避できるというのは大きなメリットです。同様にリーマンショックのチャートも見てみたいと思いますが、ピンクの線のデッドクロスが発生したタイミングは上昇局面の終了を示唆しており、その半年後にリーマンブラザーズが破産してリーマンショックが発生し、3本の大陰線が発生しております。ここも 1、2 ヶ月程度ずれても、もっと言えば半年間売りタイミングが遅くなったとしても、このリーマンショックは月足 MacD のデッドクロスによって回避できることがわかります。また YouTuber の方にもぜひ取り上げていただき、爆発的に資産を増加する方を増やしていただければと思います。前回いろいろな YouTuber に取り上げていただいた時は、相当な登録者数増加をいただいたので、賛否問わずぜひまたよろしくお願いいたします。特に風丸さんに取り上げていただいた時は非常に多くの登録者数増加に貢献いただいたので、また否定的でも肯定的でもどちらでも結構ですので取り上げていただければと思います。なお、このプロレスごっこをご存知なかった方に再度解説しておくと、私の計算間違いもあったり、彼の計算間違いもあったりして、最終的にはこのようにおっしゃっていただいております。それがこちらになります。100万円一括投資は最終評価額1074万円。175円毎日積み立ては3100万円。そして月足MacD売買法は3500万円です。最終評価額でも税引き後でも月足MacD売買法が最も優秀な結果だったというわけです。このように月足MacDバージョン 1.0 は風丸さんのマジンホールドを上回る成績を出せれるとご本人からお墨付きをいただきました。また IT ショック後の月足MacDのゴールデンクロスが発生した時期とほぼ同時期である2003年2月に購入してから持ち続けた場合どうなるのかも検証いただくと1億1759万円になったとのことです。今回の動画についても否定的でも肯定的でも再度取り上げていただき登録者増加に貢献いただきただければ後陣に存じます。ちなみに私もガチホも月足 MacD も先ほど説明したようにリスク許容度に応じて適用すればいいと思っているので、一般解としてどちらかが絶対的に正解とは思っておりません。ただ前回の動画でもお伝えしたように多くの著名投資家が将来的には暴落が来るとおっしゃられている手前、暴落が怖くてレバナスを買えない方に向けて一つの防衛策として月足 MacD を提案させていただいております。直近では月足 MacD のデッドクロスが近づいてきており、仮にクロスになった場合、2020年から始まった爆上げ相場の終了を示唆することになり、これまでの上昇速度は完全に終了することになります。ですので、2022年はこれまでの上昇速度は完全に終了し、ボックス相場もしくは短期的にある程度の期間下落する局面が増えることになりますので、私のように一気に2000万円を一括で投資するなどのように大きくかけるようなことは回避した方がいいかなと思います。もちろんここも各自のリスク許容度に応じて判断するところですが、もし仮に大きくかけたいのであれば、次の月足 MacD がゴールデンクロスしたタイミングでかけることをお勧めいたします。ちなみに私のチャンネルでは、チャンネル解説当初より売らないことを約束してきましたが、最近は月足 MacD も多くの方に取り扱っていただき、この月足 MacD で売買をやってほしいとの要望をいただいております。彼らがおっしゃっているのはガチホだという風に言っている YouTuber たちは、言ってもレバナスに数百万円程度しか入れてないんだから、2000万円もレバナスに投資しているのであれば、月足 MacD にて判断した方が結果的に早く1億円に到達するのでは、とのことです。実際、投資初期に関しては確かにガチホの方がベストだと思っていましたが、今回のように11月10日に売却していれば、事実ベースでは 40% の損失が回避できたことは事実ですので、ご意見いただいたように私が売買した方が皆さんの参考になるのであれば、そっちでもいいかなと思っているのも事実です。毎回動画にて申し上げているように、正直私の資産は月足だろうがガチホだろうが、そのうち1億円に行くことは間違いないのでどうでもいいのですが、皆さんの資産をいかに効率的に増やすために、最終的にどっちがいいのかはコメント欄にてご意見いただきたいと思います。以上が今回の動画に関してでした。今回の動画を作成しているのは、第73回の動画と並行で作成しているので、証券口座の内容はまだ反映されていませんが、1月31日時点での基準価格は 32,352 円となって、投資額2120万円に対して評価額 1,977万2,548 円となり、運用利益は142万7,691 円の持ち出しとなっております。ここに関しては1月31日に172万円を追加購入したのと、今後も上昇していくと思いますので、運用益はもう少し改善していくと思います。私のチャンネルではこのようにレバナス専門チャンネルとしてレバナス絡みの情報を解説しつつ、レバナスに2000万円投資した運用成績を公開していくチャンネルです。動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録いただければモチベーションアップにつながります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。